中華民国総統府上空から見ると日地の字型に見える。中華民国総統府の内部中華民国総統府は中華民国の原子及び首脳である中華民国総統が執務を行う官邸。白愛特区にある。また転じて、総統府は概念的に総統の側近や政府も意味する。これとは別に総統が居住する皇帝は中華民国総統官邸。 通称 A は偶書といい、少し離れた道区流福里の重慶南路2段にある。建物は白海特区にある。日本統治時代の1919 19年3月31日に完成した建物で台湾総督府として利用されていた。第二次世界大戦末期の1945年5月31日、アメリカ軍による空襲によって内部が全焼し中に、 いた職員の多くが死傷、建物も大きく破損した。大戦終結後に台湾へ進駐した中華民国政府が接収し、修復を行ったため1948年に元に戻った。この時、小解石総統生誕60周年を記念し、解除館と名を改めた。翌1949年、国民党が国境内戦の際、中国より追われる形で、 台湾に中華民国の首都機能を移転。以降、南京の総統府に代わって中華民国の総統府として利用されるようになった。1963年、室内の大遺跡を補充したのに続いて1978年と2001年にも庁舎を大規模に修理した。中華民国政府が仙台した初期には総統府と行政員が一緒に入居したが、 行政院は1957年に旧台北市役所へ移転されている。1998年に文化資産保存法により国定戸籍として登録。2019年には完成100周年を記念した郵便切手が発行された。平日の午前9時から12時までは無料で内部見学が可能であり、日本人には日本語ガイドが案内してくれる。 日本統治時代からのことをパネルで展示してある。なお、入管には身分証明書が必要。自由見学は不可で全工程ガイド同画による見学となる。相当府として建物は常に警察官と憲兵隊員による警備下にあり、見学者は監視カメラでチェックされる。撮影不可でビデオ、カメラは持ち込みできない。ただし月に一度、 全館開放日が設けられており、その日は自由見学となり、写真撮影や通常の見学コースでは立ち入り禁止の区域も見学可能となる。かつては政治的理由から中華人民共和国の国籍保持者は見学不可能であったが、現在では見学できる。2019年には相当、蔡英文による外国人への PR の一環で各国のインフルエンサーが 敷地内に宿泊できるイベントが開催されている。本来、総統は行政に関与せず、五院の政府委員長や、構成員の任命や、五院間の調整役であった。そのため、総統府そのものは、総統官房機構としての役割を持っている。総統府組織法により、総統府の組織や役職が定められている。しかし、小解析は事実上軍事力を背景に君臨し、 その彼が総統の職を占めた。そのため総統府にも軍人のポストが多いばかりか、戒厳令を口実に総統が直接要請決定を下すため、もう一つの官房機構として国家安全会議と国家安全局が設けられた。民主化後も総統府と国家安全会議の組織は概ね維持されている。ありがとうございます。